古米西エリア住川町にある中古戸建てを紹介していくよ。玄関には大きなシューズボックスがついてる。トイレは温水洗浄付き便座。三面鏡の洗面台がある洗面所。その奥には一坪以上の浴室。お次はリビングを見ていこう。 LDK14 畳、日当たり良好で床暖房がついてる。3口コンロ付きシステムキッチン。リビング横の和室6畳。お次は2階も見ていこう。階段を上るとおしゃれな小窓がある。廊下が広がる。2階には6畳の洋室が2部屋あって、どちらも収納スペースがついてるからお部屋を広々使えて嬉しいね。最後は14畳の洋室、収納スペースもたくさんあるよ。